とことんやりこむ、どうも、なおしんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は久しぶりに、ここが出てますね。ゲイル聖域のデイリーチャレンジ3ですね。カバンを狙って行ってみようと思います。では、行きます。それでは行きましょう。ペットの数が2に固定で、敵が 50% ハスクの毒の雲ですね。で、装備ね、これ使おうと思います。冬の指先の263。黄金が、連鎖反応、エンチャントにバーストボーストリング、クールダウンショット、アーティファクトチャージですね。マルチショットがついてないので、どうかなとは思うんですけども、多分強い。おそらくだけども相当強いとは思います。まあ、間違いないだろうね。では何が出るのか、本当にね、カバンが欲しい。まあまあ実際そんなに使うことはないかもしんないけどね、そんなに使うことはないかもしんないんだけど、あったっといけたよかった。でもまあ一応ね、持っておきたいカバンは、なのでちょっと頑張ってみよう。そろそろ中間地点ですね。キャプテンいるかな、どうだろうね。で、装備が、久しぶりこれ使ったんで忘れてたんだけども、これあれね、稲妻の矢と2つ装備しないと進化を発揮できないね。1つで運用しようとすると、あれだ、矢がね、枯渇する。なので、2つつけて確実に稲妻の矢をね、打っていかないとこれはダメだね。おい、すごいな、えらいこっちゃだ。で、毒の雲って打ってほしいね。毒の雲はかなり打ってほしい。エンチャントで、これは結構きつかったな。おいおい、ちょっと待て、変更ついてる。ちょっと待って、お前を倒してからだ。で、脅威、あ、この中いるかな。いや、ここいなかった気がするな。はい、それではボス到着ですね。あ、ちょっと鬱陶しいのがいるな。こいつについてこられるとまずいので、 OK、 ちょっと倒してから行きましょうか。なんかすごいのがいるな。うわ、こっちすごいな。なんとかうまいことね、スーパーぐらいで倒せないよね。もう倒せなくなったんだよね。倒せたらすごく楽なんだけど、まあ、一応ダイナモ20貯めてから行ってみようか。一応ね、どれぐらい減るか分かんないけど、どれぐらい減らせたっけ。全然減らせなかった気もするけど、あ、ドラつける。一応、いやいや、つけていい。ドラなしでもどう。いや、ダメだ、無理だ徐々に行くしかない。はい、次でおしまいですね。これで終わりだ。やっぱりこのボスは面倒くさいな、本当に。はい、では、報酬何出るでしょうか。ハーベスターの256でもいい。ハーベスター256か、カバンの256、どっちかだね。どっちかをお願いします。ビーコンが一番いらない。ビーコンはもう全然いらないからね。どうだ、頼むよ、ビーコン。しかも255点。確か256を持ってた気がする。俺はビーコンは、ほら、やっぱ256持ってる。いやー、全然外れでしたね。ダメだ。カバンも最大パワーが255なんですよね。256のカバンが欲しい。はい。ということで、今回もちょっと外れ、大外れでした。次に期待ですね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。